皆さんこんにちは。日本語講師のヨミです。先日発売が延期されていた新アルバムでアイズワンがカムバックしました。本来なら去年の11月にアルバムを発表する予定でしたが、アイズワンが誕生したオーディション番組での投票数の捏造疑惑が発覚し、活動を自粛していました。解散の噂もあっただけに、ファンにとっては待ちに待ったカムバックだったでしょう。今回はそんな様々な困難を乗り越えてカムバックを果たしたアイズワンを見た日本人の反応を一緒に見ていきたいと思います。それでは始めましょう。スタート。日本人メンバーどんどん韓国語が上手くなってる。여기서どんどん는요계속해서라든가점점이라는뜻이에요。うまくなってる。うまい는요잘하다라는뜻이에요。잘하다는上手だが아닌가요라고생각하신분많으실텐데요。잘하다는요세가지표현하는말이있어요。上手だ、うまい、得意だ。네이렇게세가지있는데요。うまい하고上手다는요일반적으로는타인을칭찬할때많이쓰는말이고요。내가뭔가를잘한다라고할때는안쓰는게일반적이에요。得意다는요남을칭찬할때도쓸수있고，내가자신이있는것에대해서나는이것을잘한다라고할때도쓸수있는표현이에요。그녀는노래를잘해요라고할때는彼女は歌がうまいです。또는彼女は歌が上手です。이렇게말할수있는데요。나는노래를잘해요라고할때는私は歌が上手です。또는うまいです。이렇게말하면은약간건반치는것처럼보일수도있어요。그럴때는得意다를써서私は歌が得意です라고하시는게무난합니다。ミュージックビデオの途中で민주とヘヨン神格化したよね。人間から女神に昇格した感じだったよね。神格化는한자그대로보면은진격화라는뜻이고약간오버스러운표현이죠。근데일본에서는요즘젊은사람들이뭐아주좋다라든가뭐남을칭찬할때이신감이라는말을굉장히많이사용해요。미라이진가作ったんかってくらい歌詞が今の状況にぴったりだな。ぴったりだ는딱이다딱맞다라는뜻이에요。옷이나신발을걸을때도많이쓰죠。이신발은사이즈가딱맞아요라고할때사이즈가ぴったりです。네이렇게말하면돼요。すごい圧倒された。K-POP でもアイズワンは他と違うコンセプトを持ってて本当にハマってるし神曲すぎる。ハマる는뭔가에빠지다라는뜻이고감이격すぎる。네아까도신감이라는말이나왔는데어떤말앞에다가감이라는말을붙여서그게너무좋은것이다라는것을표현해요。채원노사비마지대코에가와이쓰기。사쿠라민주와감맨메가미쓰기。네여기서나니나니쓰기라는표현이나왔는데요。쓰기를단독으로쓰면은지나가다라는뜻인데이런식으로가와이쓰기라든가나니나니쓰기라고하면은앞에오는말을더강조하는거예요。지나치게모모하다라든가너무모모하다。가와이는귀엽다라든가예쁘다라는뜻이잖아요。거기에다가쓰기르가붙어서가와이쓰기르라고하면은손을넘을정도로너무예쁘다라는뜻이에요。全員やばい。여기서やばい는너무좋다라는뜻이에요。これから厳しい意見があっちこっちであると思う。あっちこっち는あちら하고こちら가합쳐진말이에요。여기저기라는뜻이죠。けど絶対私たちミズワンは応援してるから。最後までついていくよ。カムバにフェスタ。なんかさ、こんな名曲がお蔵入りにされそうになったのゾッとするわ。오크라이리라는말이나왔는데요조금어려운표현이죠。오크라는요옛날말로창고를뜻한말이고이리가들어가다라는뜻이죠。그게합쳐져서창고에들어가다라는뜻이에요。
상영 예정이었던 영화라든가 어떤 작품, 노래 같은 게 예정대로 발표되지 않고 중지되거나 보류돼버리는 것을 오크라이리라고 표현해요. 잘했소니 났다, 그러니까 그렇게 될 뻔했다 라는 뜻이죠. 조토스루 라는 표현은요, 무섭다 라든가 소름이 끼치다 라고 할 때 이 표현을 써요. 戻ってきてくれて ありがとう. 本当に 12人全員 하나다와. 個人的 優勝は 은비도 채원. 追記. もう一回見直したら 桜田も 優勝してた. 이 부분은 이 글을 올린 사람의 굉장히 개인적인 취향인데요. 追記라는 표현은요, 본문은 끝났는데 아, 추가로 더 이 말을 해야겠다 라고 할 때 追記 플러스 그 하고 싶은 말을 쓰시면 돼요. 비즈니스 메일을 쓸 때도 많이 나오는 표현이니까요, 알아두시면 좋을 거예요. 사쿠라탕, 일본에서는 여자 이름 뒤에다가 창을 붙이죠. 이 창이라는 발음을 조금 더 귀엽게 하려면은 당이 되죠. 그래서 사쿠라짱을 더 귀엽게 뭐 어린애처럼 말하려면 사쿠라당이 되죠. 고선지노요니 아이즈원의 멤버の中には 3인 일본인의 멤버가 있습니다. 去年は 色々な意味で 日本人である彼女たちにとって 辛いことも多かった年だったと思います. ぜひ今回のカムバックを機に さらなる活躍を期待したいです. それでは今回の動画はここまでです。 この動画が面白いと思ったら ぜひチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。 ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。